空き缶ですね。なんかあの位置にすごい溜まってますね。こういう段ボールとか、おそらくあれはトイレにいるんですけど、なんだろこのスッポンがいますね。スッポンが、はい、始まりました、スピチューブ。というわけで今日は一体何をしに来たかというと、あのですね、この川なんですね、笹瀬川。西日本豪雨の時にこの地域が結構ね浸水したりとか、この先のずっと行ったところの津坂とか浸水したんですよね。で、まあ旭川とか吉井川とか、まあわかるじゃないですか、大体どういう川かっていうのはね。でもこの笹瀬川がね、一体どんな感じなのか、上の方に何があるのか、ダムがあるのか、それともただ単に生活用水だけの川なのかというね、実際ね、この岡山市内からチャリで行こうかなと思ってます。なんかかなりね上の方にあるって聞いたんですけど、今日は結構ね天気が悪いですけど、気温の方は20度ぐらいですかね。この辺とかブラックバス釣ってる人がいたりとかするんですけど、ああ大きな鯉がいますね。見えます、あの水の底に映る、はい、空き缶ですね。なんかあの位置にすごい溜まってますね。こういう段ボールとか気になります。うわ、なんか重量があるぞ。ああ、なんかおそらくあれはなんかパソコンっぽいですね。はい、やってきました。桃太郎線を越えたどこですかね。ここがきびじろの道になっとるということですね。はい、ここが笹瀬川で、で、この隣でまた合流するような感じですかね。はい、やってまいりました。この上は、津山方面、岡山空港方面に行く道ですね。医療センターの辺まで来ました。でちょっとね面白いものを見つけたんでちょっと紹介します。これですね、この公園は笹瀬川の 流域調節池を兼ねた公園ですと。まあ、あとはね省略で、まあ、この公園のようなところがため池になるんではないか、ため池になるということですよね。はい、ちょっとね、トイレ休憩で、うわ、蜂が。トイレ休憩で公園に来たんですが、結構この富士が綺麗ですね。はい、今トイレにいるんですけど、なんだこのラケットはと思ったんですけど、ね、持ち出し、持ち帰り禁止と。これはもうね、この地域の優しさが、この場所で自由に使っていいと、なかなかないですよね、これ。はい、というわけでだいぶ上に上がってきました。はい、電源がね綺麗ですね。スッポンがいますね、スッポンが。来ましたね。結構なんか綺麗な魚が釣れそうな雰囲気の
感じになってきましたね。錦鯉が泳いでます。おそらくここがエンディングかなと思います。上になんかダムみたいな目的地に到着したようです。この橋を渡ってあの上に行けそうなんですけどね、ちょっと無理ですね。はい、というわけで、エンディングと思いきやエンディングじゃなかった感じです。まあ、ダムということで、あの上にダムがあるということで、はい、今回はねこれで終わりたくないので、ちょっとねあの上に行ける方法をちょっと探そうかなと。はい、というわけで先ほどの上に行ける道思ったんですが入れないみたいですね。ちょっとこの上に行ってみましょうかね。とりあえずはい、上にやってきました。はい、来ました、やっとこさ。はい、さっきの真裏に来ました。高っ。その横がさらに上にダムがあるのかどうかとか思ったり思わなかったり願ったり願わなかったりするんですけど、この上は岡山空港になってます。すいません、息が切れまして。今回あのまさかねダムがあるとは思ってなかったですね。あの普通に湧き水から始まりっていう感じでね見てたんですが、というわけで、この場所はねあのとても岡山空港から近いいうことで、はい、でもねその行く道中でねいろんな出会いがねあったんで、まあ、ちっちゃな春を見つけたりとかそういうのが多かったですけど、まあね途中大変だったりとかしたんですけど、まあどちらかというと来てよかったと僕は思ってますね。はい、というわけでまあね今回はこんな感じで終わりたいと思います。 あ疲れたな。見てくださいこの景色、綺麗ですね。はい、というわけでまた、お願いします。コメントもね書いてくれたら嬉しいです。いろいろね企画もやろうと思うんで、まあ一緒にねあのまあ、コメントがちょいちょいね嬉しいコメントあったりとか、まあ
まあ、ディスるじゃないけど、まあ、なんかあんまり良くないコメントとかあったりするかもしれないですけど、まあ、僕はね、そういうのは多めに見て、まあ、それぞれのね、いい意見とか悪い意見とかあったら、またそれをね、糧にしていいね、作品作っていこうかなと思うんで、はい、大御所のスピちゃんがあんま出てないですけど、まあ、子育てとか、まあ、そういう時ってやっぱ、ね、みんなで力を合わせてじゃないですけど、できるもんがね、しっかり頑張って、次につなげていけばいいかなと思ってます。はい、皆さんもね、少しでもね、ちょっとまあ、温かいご支援をねくれたらいいかなと思ってます。別にその、ね、再生回数とかチャンネル登録者数とかは望んでないんで、まあ、全然面白くない企画でも、まあ、出しとけば1人2人が楽しい、おもろいなって言ってくれたらそれでいいんで、はい、少しでもね、あの岡山のこのインフォメーションというか情報がね、発信できたらいいかなと思ってます。というわけで長くなりましたが、またね、よろしくお願いします。それでは帰ります。またお願いします。それでは、はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。